はい、純師範の部優勝の池田澄香さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどんな銀の出来ですね、どういうふうに思いますか？銀の出来はいつも満足しないんですけれども、まあ、いつも言われてることなんですけど、今日も体調が悪かったんですけど、これを体調のせいにすると、まあ、怒られるので、まあ、自分自身のせいやと思いながら、まあ、今日頑張ったんですけれども、覚えてないです正直もう終わってるので。でもこうやっていただけることにすごく感謝してます。ありがとうございます。はい、ご活躍ですけれども、はい、普段の練習はどのようになさってますか？もう練習と言えるものをやってるのでしょうかというね、もう学生20代の方をメインでやってるんですけども、なんせ学生がたくさんいるので、和気あいあいとと言っておきましょうか。楽しくやってます。はい、はい、奈良山支部というのは、はい、ネットでも非常に有名でございましてね。そうですね、ありがとうございます。いろいろ皆さんに見てもらって、今日は今日の映像ですね、たくさんの方がご覧になると思います。どうぞ。はい、ありがとうございます。そこに座っておられる方はどなたですかね？はい、どなたですかね？もう下ろして祖父今乗せるんですけど、祖父です。あ、そうですか。祖父でございます。資源もやられてるんですか？そうです。カメラ持ってきます。お邪魔しました。はい、こちらへ、どう来てください。ではこちら、もちろん三世代、はい、三世代、そう、はい、行きましょう。はい、お母さんの池田翔麗先生が、はい、先生に当たるわけですね。はい、これはやりにくいですか、やりやすいですいや、そんなに皆さんが思うほど感じたことはないんですね、これが。まあ、世間的には偉大な先生なんですけれども、私の中では一母なのですごく甘えてます。はい、はい、今日はですね、おばあさんまで、はい、ね、来ておられまして、3世代揃って、めでたい、そうですね、ありがとうございました。まずそのお母さん、池田翔麗先生から、はい、お言葉をですね、お願いします。2年前に初めて出させていただいて、準優勝いただいたんです。で、去年もやっぱり準優勝って言ったら次は優勝しかないから、やっぱりこっちにもプレッシャーありました。こっちに本人にもあったと思うんですけれども、それがちょっと取れなかった。で、まあ今年でもう最後になりますので、ちょっと奈良山支部の、新聞にでも忘れ物を取りに出るという、その最初は気合が十分入ってたんですけれども、ちょっと気管支炎っぽくちょっとなりまして、声が出なくって、その時間はやっぱり全然お稽古ができてませんので、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、神様が助けてくださったんだなというふうに感謝しております。ありがとうございます。優しいおばあちゃんがね、はい、おばあちゃんからもなんかちょっとお祝いの言葉ですね。本当良かったね、今日は。ありがとうございます。いや、練習いう練習がね、そうです、できてなかったから、いつも、もう心配でドキドキして、お願いしますと神さんにお願いしてました。そうですね、本人より周りの方がね、そうです、緊張するというか、ね、汗ずっくりかりよかった、よかった、はい、ありがとうございます。昔ね、はい、お母さんは関西人の青年部で部長までやって頑張っていたんですけども、はいはい、今どないですか、ご自身は。私ですか、はい、今は今年の4月から鉄商会の方の青年部長をやらさせてもらうんですけれども、2年前から総本部青年部の方で7部6長もさせてもらってます。やっぱりこう人をまとめるというのがすごく、まあ難しいなと日々感じてるんですけれども、まあ、いろんな人の協力を得て、まあ、書いて成り立ってるんだなっていうのもつくづく感じながら、まあ、貢献していきたいなと思ってます。はい、また青年部でも頑張ってください。ありがとうございます。はい、詩吟のね、仲間を増やすのにはね、はい、これからどういう、あなたたちでどういう動きをしたらいいでしょうかね。そうですね、曽根ロイ会長も
先生も、まあ、いつも言っていることなんですけれども、はい、一期一一五一一すいませんでしたなのですけれども、まあ、仲間を増やすっていうのはよくそのて私は青年の部なので、若い子をどうやって仲間に入れていくかっていうのを言われるんですけれども、詩吟っていうのはどうしても年配の方の趣味に入ってしまうので、これは私たちも考えていかないといけないんですけれども、やっぱり身内や周りの人から、まあ、声をかけることが一番ですね、うん、そうやって、まあ、皆さんをまとまって頑張っていきたいと思います、はい、じゃあこれからも、はい、あと、ね、俳句とか新体詩はやられてますか？いや、してないです。そうですかまだまだ勉強中です、はい、あ、これが若い世代を引っ張るのには そういう俳句とか新体詩が非常に若い世代が入りやすいと思いますので、ぜひそういったところで力を入れて頑張ってください、はい、勉強します、はい、昔ね、はい、詩吟は年寄りのもんというふうに今思われてますけども、昔は若い人がわんさか入ってます。ですから広めによってはね、またブームが来るかもしれません。再来ですね、そのためにもね、今話あったように、俳句とかね、新体詩とか若いですね、はい、これはいい道具になると思いますね。いい道具、ね、そうですね、そう、みんなで頑張っていきましょう、はい、今年中には俳句とか新体詩、はい、歓迎のホームページにアップする計画を立ててますので、はい、またそれで若い世代に広めてください。わかりました、頑張ります。ありがとうございます、はい、いや、おめでとうございました。ありがとうございました。どうやった？インタビュー。いや、よう分からんまま終わったな。あ、ほんと。全部使うかどうか分かりません。はい、もう全部だ。ほとんどカットしてたから。いいところ3、4分に編集して。そうですよね。今ので何分でした？今のやったら7、8分あったかな。あ、半分ぐらい。いや、分かりました。はい、ありがとうございました。